ロシア黒海沿岸へ攻撃継続、中国向け農産物被害とウクライナ大統領。ロシア軍は20日、ウクライナ南部の黒海沿岸地域への攻撃を続け、港湾都市オデッサで少なくとも1人が死亡、8人が負傷した。ミコライウでは少なくとも1人が死亡、18人が負傷した。地元当局が明らかにした。オデッサでは港の食料貯蔵庫が被弾するなど連日被害が出ている。ウクライナのゼレンスキー大統領は19日夜のビデオ演説で、オデッサの港には中国向けの農産物6万トンが貯蔵されていたと指摘。世界の誰しもがロシアによるテロの影響を被っていると訴えた。オデッサ州のキペル知事は20日、現地の中国総領事館にも被害が出たと主張した。ウクライナ空軍は20日の声明で、ロシア軍がオデッサとミコライウを多数のミサイルやドローンで攻撃したが、一部を迎撃したと発表した。ミコライウ州のキム知事は20日、敵の攻撃でミコライウの3階建ての建物などが被害を受けたと述べ、負傷者には子供も含まれていると明らかにした。ロシアは17日にウクライナ産穀物輸出合意の履行停止を宣言。トルコ国防省筋によると、ロシアは20日までにイスタンブールに設置された合意履行のための共同調整センターから要員を撤収させた。ロシア国防省は19日、ウクライナの港湾に向かうすべての船舶が攻撃対象になる可能性を示唆した。ウクライナ国防省も20日、ロシアや同国の占領下にあるウクライナの港に向かう船舶に対し、ロシア側と同様の措置を取ると表明した。これが事実かどうかはともかく、航路に続き周辺国総出の手のひら返しで陸路も失って二進も三進も行かなくなっていた穀物備蓄の使い道として、ロウともに親密な国交があるギリから積極介入をためらっていた中国を引きずり込むための蒔絵に使うというのはうまいと思います。そうした事情も含めて中国側も承知している以上、揺さぶりとしてどこまで効果があるかは未知数ですが、ウクライナからの穀物輸出をロシアが阻止する事案は、以前なら大成功でロシアに有利な情報を得られたと思いますが、今の時点では NATO の黒海警護とか、さらなる防衛武器の供与もあるかも。プーチンの思惑が裏目に出る可能性もあるような気もします。とにかく非人道的な脅しと攻撃は国際社会から糾弾されて当然です。なので、ロウ戦争の潮目になる予感がします。ICC 逮捕状、ロシア首脳外交の重しに、プーチン氏ブリックス欠席。南アフリカで8月下旬に開催予定の新興5カ国、ブリックスの首脳会議をめぐり、ロシアのプーチン大統領は友好国である南アとの外交関係を優先して自身の訪問を見送った模様だ。南アのラマポーザ大統領は19日、プーチン氏の欠席を発表。プーチン氏はオンラインで参加し、代わりにラブロフ外相が出席するという。ロシアがウクライナで続ける特別軍事作戦に絡んで、国際刑事裁判所 ICC が今年3月、プーチン氏に出した逮捕状がロシアの首脳外交の足かせとなっている。ロシアは当初、プーチン氏がブリックス首脳会議に出席することにより、対ロ制裁を続ける西側諸国への対抗姿勢をアピールしたい構えを見せていた。ロシア外務省の中堅幹部も6月上旬の段階では、プーチン氏の南亜訪問は実現できると手応えを語っていた。一方、ICC に加盟する南亜は、プーチン氏の逮捕が求められる加盟国としての義務と、対ロ友好関係との板挟みとなってきた。18日には、ラマポーザ氏がプーチン氏を南亜で逮捕すれば、ロシアへの宣戦布告となると漏らしていたことも判明。ロシアは最終的に南アとの関係を優先し、プーチン氏の訪問を見送ったとみられる。ICC は今年3月、プーチン氏が特別軍事作戦で戦争犯罪に関与した疑いがあるとして逮捕状を出した。ロシア側は自国内で ICC に協力した者に刑事罰を科すと決めるなど、対抗姿勢を見せる。ただ逮捕状の影響でプーチン氏が外遊を控える状態が続く。中ロ印などで構成される上海協力機構は今月上旬の首脳会議をオンライン形式にとどめた。今後のプーチン氏の外国訪問日程で注目されるのは、9月にインドで開かれる主要20カ国地域 G20 首脳会議に出席するのかどうかだ。また中国の要請を受け、
年内に訪中するかも検討している。なるほど、政治的な解決ができないならば司法によって追い詰めていくという先例を作ったことになる。プーチン大統領はこれにより直接の外交カードを切る機会を大いに奪われたということが明らかになった。こうしてロシアを追い詰めていくというのも政策的に考えられるが、ロシアには核がある。果たして追い詰められたロシアがどういう行動に出るかを世界は理解し予想できるのだろうか。場合によっては問題解決のための糸口を西側が与えることを考える必要がある。重大局面を迎えたウクライナ情勢現状と今後の展開を高橋杉雄氏、小泉雄氏と分析する。ロシアが実効支配するクリミア半島とロシア本土を結ぶクリミア橋がウクライナ軍の水上ドローンによると見られる攻撃を受け、ロシアによる報復の動きが出ている。またロシアはウクライナ産穀物の輸出に関する合意の期間延長を拒否。これらは今後にどう影響するか。 BS 富士ライブプライムニュースでは高橋杉雄氏、小泉雄氏を迎え検証した。攻撃を受けたクリミア橋は双方にとって大きな意味を持つ。新見由香キャスター。クリミア橋で7月17日に爆発があり3人が死傷、ウクライナ軍の攻撃との見方が出ている。プーチン大統領はウクライナによるテロ行為として報復を示唆。クリミア橋はロシアにとって補給路の役割であるとともにクリミア支配の象徴。小泉雄、東京大学先端科学技術研究センター専任講師。2022年10月の攻撃などウクライナは執拗に狙っている。準軍事的にも象徴的にも非常に重要な橋だということを示している。高橋杉雄、防衛省防衛研究所防衛政策研究室長。南部ザポリージャ方面のロシア軍への補給をウクライナは妨害したい。これまでもできる補給ルートへの攻撃は全てしている。小泉雄専任講師。アメリカのバーンズ CIA 長官がウクライナに行き勝ち方に関する協議をした。クリミアに攻撃が届く地点までウクライナ軍が進軍することでプーチンを停戦のテーブルに着かせる話だったという。反町治キャスター。クリミアへのプーチン大統領のこだわりは。小泉雄専任講師。ロシア人にとってクリミアは血を流し奪い取った土地で愛国的意義が非常に大きい。プーチンにとっては2014年に併合し国民に涙を流すほど喜ばれた場所。選挙シーズンを控える中クリミアが脅かされることは今後プーチンが考えなければいけない事態。新見由香キャスター。ゼレンスキー大統領は2022年11月に世界初の水上ドローン艦隊の創設計画を発表。全長 5.5メートル、最大重量は1トン、最高時速80キロで航行し航続距離は800キロ。実戦配備も進んでいるが。高橋杉雄室長。オデーサからクリミア半島を迂回して何百キロも進むのはかなり確実性が低く、かつクリミア橋の周辺ではアメリカの GPS に対する妨害がある。遠隔コントロールをする人は電波が届くところにいなければいけない。また橋脚自体を破壊する力はなく、爆風や熱風で橋桁の接合部分を損傷させるぐらいの力なのでは。反町治キャスター。ゼレンスキー大統領が言う100隻単位の艦隊になっているならもっと組織的な破壊活動が行われる気もするが、現状こういう破壊工作の方がいいのか。高橋杉雄室長。生産能力と在庫数次第。ただストームシャドウ、長距離巡航ミサイルの使い方を見てもウクライナ軍は一度に大量投入するより散発的に長い間攻撃を続けることを好んでいるように見える。